隋の煬帝の謎、その新発見とは。発見っていうことになりますけど、隋の煬帝だけ皇帝の帝って字を大と読むんですね。新発見とは中国歴代皇帝の名前について、帝位の読み方が煬帝だけ大と読むことを平安時代の写本日本書紀にあることを発見。その理由は、きっかけは学生からの質問で、学生が先生なんでですかって質問してきたんですね。それで、自分なりにやっぱり答えを見つけたいってことで、調べ始めて、その結果日本の天皇でも天皇を下ろされた人のことを廃帝と書くんですが、読み方は廃帝と語音で読んでるんですね。ということは煬帝も、煬帝っていうのはすごく悪い人だということが上官西洋に書かれているので、それを読んだ人たちがですね、あ、これは皇帝としてふさわしくないんだなと、だから帝と読まずに帝と読み分けたいということで振り仮名をつけたんじゃないかというふうに、今考えております。はい、そんな松下准教授が歴史に興味を持ったきっかけは、マスターキートンっていう、マスターキートンなんですか。はい、あれ読んで研究者になろうと。バイブルはマスターキートン。どこが良かったかって、この、主人公のキートンが、考古学者を目指してやってるんですけど、なかなか、そっちの仕事に就けなくて、保険の調査員のバイトしながら、考古学の研究も続けていくっていう。で、あとはキートンさんは自分の説を出すんですけど、誰にも相手にされないんですね。でもそれをこうひたすら自分の説をこう何ですかね、立証していくっていう、何ですかね、その歴史に対する情熱、そこがすごく惹かれてですね。漢文を読み解いて、こう歴史を紐解いていくのが目的で楽しいかなと感じています。文献だけじゃなく、遺跡であったりとか、読み取れることは全部読み取って、私の研究している題材はとても古い歴史なので、その資料が本当に合ってるのかわからないんですよ。そこの吟味がとても面白いなと思います。歴史書の内容は全て正しい？で、こちらにあるんですけど、これ三国志で、諸葛亮の伝記のところに、三国の例の話が載ってるんですね。劉備が優れた人物を探していた。で、その時に諸葛孔明という優れた人がいるので会いに行ったんですね。で、1回目行って会えなかった、2回目行って会えなかった、で、3回目行ってようやく会えた。で、そこで3回来てくれたってことで諸葛亮の方も感動してですね、で劉備に仕えるようになったという話で、同じところに中という形で別の資料が引かれていて、でこれは義略という義の国の歴史書は載ってるんですが、そこでは逆のことが書いてあります。つまり諸葛亮が自ら劉備に会いに行ったと書いてあるんですね。で、歴史書は基本的には勝者の立場で書かれますので、都合のいいように書き換えられることが多いんです。そういうところをここ割り引いて考えていかないと、本当の歴史の姿ってのは見えてこないですね。愛学に学べ。今情報化社会でいろんな情報があります。で、手っ取り早くこう答えをすぐ、例えば Google で検索すれば出てしまうんですが、それパッと見て目についたのだけで答えだと思ってはいけないってことですね。やっぱ他の選択肢も考えて、で自分なりに納得する答えを見つけたし、やっぱり全て疑ってかかるってことですね。愛知学院大学